今日は朝早かったの。そう。あ、歌お疲れ様でしたって、そうじゃん、昨日じゃん。そう、東京公演、なんと千秋楽を迎えました。舞台踊んろ、やったー、お疲れ様です。ありがとう、無事にね、皆さんと一緒に尻に切ることができました。次は三重ってね、明日は三重です。そう、もう今日からいろいろ地方を回るので、そう、朝早かったの、朝5時に起きてお昼までお仕事してて、で、そう、お昼過ぎに家帰ってきて、キャリーバッグの中身詰めて今です。ほぼ準備完了。なんか久しぶりにキャリーバッグを使った。うん、そう、キャリーバッグってこんな大きかったっけって、うん、なので明日から、ね、ツアーが始まりますが頑張りたいと思います。せっかくだから美味しいものいっぱい食べといてって、食べれたらいいけどね。ホテルの近くにスーパーとかあればいいな。うん、みんなでご飯ってね、やっぱり難しいからね。そう、なんかでも美味しいもん食べたいな。うん、ね、お土産も買えたらいいな。疲れた。眠い。移動中ちょっと寝よう。寝て寝てありがとう。移動中寝るわ。静岡公園ないですかって、静岡ないな、名古屋ならあるよ。そう、三重、大阪と、あと高知と、あと名古屋の4都市回ります。
な今年公演ができるなんて。連休明けなんだな一番って。そうなのよ、一瞬で開くのよね、あのラスト大阪やったかな、大阪やってから愛知まではちょっとね期間が開くんですよ。そう、その間は私はキスバイエイトだったり、あと朗読劇もあるよね本番。そう、そんな感じでいろいろ詰まってるので頑張りたいと思います、うん、そう、地方で何食べたいって。でもさ、ご当地のやつは食べたいよね。多分食べれへんけどさ食べれへんことが多いと思うけど、理想はいっぱい食べたいよね。だって三重やったらね、伊勢海老とか有名じゃん。大阪、ね、お好み焼きとか行きたいな、たこ焼きとかみんなで。そう、高知はカツオのたたきでしょ。そう、愛知は手羽先とか。うん、うん、まあ地方のものとか食べたいよねうん、観光とかも行きたいもんね。でも移動中にね、移動中っていうか、そう、リモートでお稽古とかあったりするんですよっていうのをさっき知ったんですけど、そう、だからあんまりしっかり自由時間もあんまなさそうだな、うん、そう、うん、いっぱい寝れたって。いや昨日、あ、そんなに寝れへんかったのよ昨日結局。そう、いえ、そうなの、だから今日は移動中いっぱい寝る。地方公園でも氷ブラあるんかなって、なんかあるって聞いた。そう、だから短パンを持っていこうと。そう、
らせていただきます。明日は朝早い？朝早いと思う。めちゃめちゃ今日ぐらい早いとわけではないけど、普通に早いと思う。やっぱ劇場が全く違うから、多分仕様、裏の仕様とかも多分違うようになっちゃうから、そこからまた場当たりから始めることになるので、朝は普通に早いと思います。野さんのツイート見たよってね、大西も見た。嬉しかった。そう、話したことはないのかなって。ないと思う。おはようございますとかぐらいかも。あっても、あ、いや、あのね、あとね、しっかり会話したわけではないねんけど、すごい隣にいてくださったことはあった。そう、大西がすごく悲しんでた時があって、そう、ほんなら全然喋ったことなかったけど、田野さんが隣に来てくれて、そう、慰めてくれて。大西はその時泣いてるだけだったから、なんかしっかり会話をしたってわけではないけど、あれいつやったかな、コンサート、コンサート、あれかな、県外コンサートかな、総選挙があった時代にね、県内コンサートと県外コンサートっていうのがあったのよ。そう、ランクインした人ができるコンサートと、ランクインしなかった方のコンサートっていうのがあって、私はその時県外コンサートに出たんですけど、で多分その時県内やったのが1位から多分60位か80位かどっちかまでやったのよ。で多分県外コンサートでその61位からか81位やったからか忘れたけど、そっから120位ぐらいまで、100位までやったかな、なんか発表が多分あったのよね。それなんか多分そんな感じの内容やったと思うんだけど、そう、大西その年の総選挙の速報に多分ありがたいことに入らせていただいてたのね、多分。でも
まあ、総選挙当日はランクインすることはできなくて、でその県外コンサートでもその80位ぐらいから多分100位ぐらいまでの間にも入ってなくて、そう、それで西すっごい後ろにいたんですけど、その時なんか別に並びとか決まってなくて、でそれ発表されて西前にいるのが無理で後ろ引っ込んで一番後ろの方でこうあんま見えないとこいたんですけど、なんならその時佐野さんが横に来てくれてポンポンってしてくれたことが昔あって、その時のお礼も多分ね言えてないと思うんですよね。言えたのかな、なんか昔すぎてあんま覚えてないねんけど、そう、でもすごい全然面識もきっとその時なかったのに、そう、そう寄り添ってくださって、だからツイートあのハッシュタグ踊るのって大西いつも調べてんねんけどさ、そう、もうそれで田野さん見に来てたっていうの知って、えってなって、え嬉しいって思ったら、その田野さんのツイートの中に大西の名前もあって、そうお褒めの言葉をいただいて、嬉しかった、めっちゃ。もう18分経過しました、ありがとう。そうね、大西もちょっとぼちぼち終わろうかしら。よし、行ってくるか。まあ、そんな感じで懐かしいね、懐かしい思い出が蘇ったわ。ということでですね、昨日ね終了した東京公演が終了した舞台踊るの、東京公演は終了しましたか、明日から地方公演があるので頑張っていきたいと思います。まず明日は三重県なので頑張ります。ということで、じゃあ1位の方からランキングの方を呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位ハギハギさんありがとうございます、イエイ。そして2位が KITT さんありがとうございます、イエイ。そして3位が大好きさんありがとうございます、イエイ。そして4位がカホアットマークニコーさんありがとうございます、イエイ。そして5位が SL さんありがとうございます、イエイ。そして6位が純平さんありがとうございます、イエイ。そして7位が翼さんありがとうございます、イエイ。そして8位がお豆さんありがとうございます、イエイ。そして9位がぷいぷいはるかアットマークナムコの部下になりますさんありがとうございます、イエイ。そして10位が大西かきアットマーク大西軍アットマーク各都市気をつけていってらっしゃいさんありがとうございます、イエイ。そして11位が刑事さんありがとうございます、イエイ。そして12位が一押し ABS さんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がたけちゃんアットマーク大西軍さんありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということでですね、行ってきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です、皆さんの好きな色は何ですか。
でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では行ってきます。じゃあね、バイバイ。じゃあね、行ってきます。